そういう意味ではこう前に出てきたあの岩田に対してこの町田ゼルビアで大切なことっていうのはやっぱり深さを取る、要はマイボールにした時に伊藤真希の縦パス、ここに山田、遠藤ワンタッチ後ろを狙ってルキアンにこれが通ろうされない、前来たルキアンだ、浮かせた、先制ヌイロ、ルキアン今シーズン19ゴール目、立ち上がり11分のゴールです。いやこのゴールはですね、遠藤ですよ、まあ、今アシストしたボール曲げてキーパーと最終ラインに落としましたけど、はい、その前のプレーが最も良かったですね、やっぱりあの 4-4-2 のブロックをなかなかこう崩すことができなかったんで、はい、遠藤がこれどうやって崩そうかなということで相手のまず2トップの中島とか長谷川とかこう形を崩させたんですよね、彼が最終ライン下がって、はい、でそうかと思うと1個前に入ってアシストのパス出す、この辺が本当に家らしくて上手いんですよね。いやいいターンだ、オツルキアン前向いたスペースは消す、右に出た鈴木優斗だ、鈴木優斗折り返す、よく触った、クリアはできませんでした、2点目入りましたジュビロ、よく高橋翔平も戻ったんですがクリアしきれず、ただこのライン間でまた今度は大津に受けられてるんで最終ラインと2列目の間ですよね、ここがポイントになってましたね、その前であればやっぱり山田裕樹にあの僕お伝えしましたけどそこでこう受けられてたんで、これ2回連続あの真ん中の主にバイタルに近いところでこの辺の結果出してるっていうところは一つ大きいと思いますね、ここも。さあ奪って岡田から大田右に流れていった、ここするチャンスになった、高井が来た、高井が入れる、インフレクションがありましたが1点返しました、松田です、56分、かけてそしてあそこ最後入ってきたのはこのセントラルミッドフィールダーの高江です、さすがの攻撃、まあ、前に出てきた岩田に対してですけれども太田がこれ斜めに入れたんですよね、3バックの脇のところですけども、はい、これ平戸がインサイド入ったと、これによって山本の乗り道を引っ張り出して今度はこれボランチから出てきてますから高江がこの揺さぶった動きはこれ相手が出てきたところの スペースをうまく、この位置にラインを引いたジュビロ、さあ平戸を入れる、速いボールを間に入れてきた、チャンスだった、いや前に出ましたキーパーのアイセーブ、ボールスピードも良くて本当にあのキーパーの前あたりに入ってこいぐらいな感じでイメージで出してますから、まあ、逆に言ったら三浦これは本当にナイスキーパーですね、チーム救いましたね、はい、7ラップ上がっていきました小川大輝、逆サイドをよく見ていた、落とす山本浩介、右足だ振り抜く、ディフェンスカット、いや復活ですかね今、先ほどのシーンです、はい、このプレーですね、山本浩介がシュート打つよって見せかけてキックフェイントから逆サイド、もう入ってましたからね、入ってましたね、アングル変えて斜めにカバーしましたね、深く時間がありません、今が目安5分台に入りました、ションテセ、ここで長い笛が鳴りました。